皆さん、こんにちは。ロシアの味カテリナです。今日は美味しい卵とネギのピラシキを作りたいと思います。このレシピが大好きです。皆さん、ぜひ作ってみてください。今日のピラシキの材料はネギ少し、卵3個、小麦粉 250g、あと油もかかります。砂糖小さじ1、塩小さじ1/4、あとで卵半分、それではドライイーストもかかります。私はドライイースト 4g を使いたいと思います。以上です。まず生地を作りましょう。温かい水30度ぐらい 150ml、 それでは砂糖と塩、あと卵も入れて混ぜましょう。それでは油30ml も入れて、よく混ぜて、ドライイーストも入れましょう。今、ドライイーストをよく混ぜてください。ドライイーストをよく混ぜました。このまま15分ぐらい置いておきます。それでは15分の後でよく見てください。ドライイーストはこのようななりました。これはいいです。それでは小麦粉を少しずつ入れて、よく混ぜて生地を作りましょう。このような柔らかい生地ができました。それではキッチンラップを使ってください。暖かいところで1時間ぐらいそのまま置いておきます。それでは中身を作りましょう。卵を10分茹でましょう。ネギをみじん切りをしてください。それでは卵を切りましょう。ネギと卵を合わせて、少し塩を入れてよく混ぜてください。このような中身ができました。それではテーブルをきれいにしてピラシキを作りましょう。ピラシキができました。美味しそうに見えます。どうですか？子供の頃、このレシピが大好きです。ピラシキはとても柔らかいです。美味しい。とても柔らかい。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ私のチャンネルを登録をお願いいたします。バカバカー。